険ですよね、うん、本当に嫌な。私はもう残り1ギガをなんとか引き伸ばしてます。すごいじゃん、執念深いね性格的にそういう時ってしつこい執念深さっていいね褒めてない。なんかネガティブキャンペーンしてる、うん、なんかネガティブ、そう、貶めようとしてる、そうせこい性格の人にすり込みたい、なんか貶めようとしている、うん、そう貶めちゃって、うん、ごめんなさい。最近さ、こう横に広がっていくのがメーカーさんたちのネットワークではうちすごい横に広がってんのに、見てくれてる、うん、お客様が広がらないねメーカーの間ではもう前から評判なんだけど。あ、そうなんですか、うん、おかしいな。おかしいんだよなんで肝心のお客様が、そう、まだ見ぬ女性の方たちが入ってこなくて、見知ったような、あと見知らぬメーカーさんたちのメーカーにだけ広がる。ダメじゃん、どうするみたいな。どうする、うん、頑張ろうですね。はい、それしかない。肝心のね、本当に嫌になっちゃう。メーカーさんから褒めていただいても、うん、意味がない、何にもならない、うん、そう、もうどうでもいいどうでもいいわけじゃないけど、うん、でもね、まあ、新規のね取引とかはこれ見た形で見えたりも多くしてるけど、はい、それはもうね、まだね、ちょっとね、うん、あんまり、そう、まだ見ぬ多くの女性の方たちに見てほしい、広がってほしいのに全然もっと軽いノリのライブにした方がいいのかもね。これ可愛いでしょ、9800円でーすとか3200円とか、うん、あ、合ってる合ってるそう、そんな感じでやるともうちょい広がるのかもね。そうか、うん、あ、もう始まってるよね。はい、はい、行きますね、行きましょう。はい、はい、皆様こんばんは、はい、シマークインスタライブもっこチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、あれ寂しいね、うん、あー、小時余計寂しがってた昨日。余計っていうの、うん、拍手がないのやって、俺がやんなかったから、あそれは寂しい、うん、はい、はい、ですね、はい、じゃあいよいよ入りました、マレーラ、はい、秋物、うん、今日は、うん、水曜日 あのライブのおさらい含めてちょっと、昨日ね、昨日ですね、なんかすごい遠い日の、そう、遠くにあるよ近い、うん、ちょこっとそこだよなんか曜日の感覚なくなってますけど、うん、まだ24時間前だよ失礼しまして、はい、やばいっす、はい、はい、おさらいというか、はい、ちょっと実際に着てみた、うん、はい、ところを、あの、うん、交えてご覧いただく、はい、感じでいきます。噛んでない？感じでいきます、うん。深く掘り下げるんだよね。そう。どのぐらい掘り下げられますことやら。チャンネルは深く掘り下げますので、うん、どうぞよろしくお願いします。3センチぐらい掘れるかな。はい、じゃあいきましょう。はい、お願いします。まずですね、はい、昨日のライブでスカートだけ出た、はい、この、チェックの、はい、シリーズなんですけれども、うん、こちらがですね、うん、実はジャケット入ってるんです、うん、ちょっと店舗によってまだ入荷のばらつきがあるので、はいはい、2号店は、まあ、サイズですねいやいや、ビビってるから2号店に関しては全部入ってますねそんなことない、ちょっと入っているので、はい、合わせてご紹介ができたらと思っております、はい、まあよく似合ってます。めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ素敵、めちゃめちゃ可愛い、うんうん、こちらですね、はい、まずスカートが、はい、こちらグリーンとこの白黒の2色展開になります、うん、こちらですね、あ、素敵だこと、ね、ね、うん、
よどみないね、昨日の24時間前のことき、ライブと違ってさすがです、もっこちゃん。いえいえいえ、とんでもない。おしゃれってこと？そんなこちら白黒と、はい、こちらグリーン黒の2色展開になっております、はいはい、でこちらがですね、うん、さっきも話してたんですけれども、うん、この春から始まっているマレーラのこの B スマートっていうシリーズになっているんですけれども、うんうん、こちらがこうパッと見ツイードに見えるんですけれども、うん、実はこれツイード生地ではなくて、うん、ジャージ素材になっております、はいはい、こちらなのでジャガードのジャージ素材なんですけれども、うん、見た目以上にすごくもうサラッサラで厚くなくって、うん、で伸縮もあって着やすいので、うんうんうん、もう本当にもう今というか、うん、もう着れる、もう全然着れちゃう素材感なんです、うん、実は、はい、そう見えないところがすごくこの生地面白いんですけど、うんうん、この春もねコートで出てたんですよ、うん、このシリーズが。なんかこういう、ね、ちょっとロゴのこういうところもちょっと可愛いんですけど、うん、はい、まああえて言うならば70年代の感じ、うん、ツイッギーあたりのね、はい、ワンピースとか A ラインのね、はいはい、あとタイト系の、あとボックス系のスカート、うん、タイトね、大体ボックスか、あとこの金ボタンがちょっとクラシックな感じになってて、ポイントになりますね、はいはい、本当にそのおっしゃってたようにクラシックなデザインなんですけど、素材をジャージというちょっと新しい、うん、感じ、新しい素材を使って、うん、そのなんていうかこうクラシックとモードの、融合みたいな、うん、そういうスポーティーさとクラシカルさが、はい、合わさっています、はい、なんでもなんかかっこよく言おうと思って言葉が出てこない様も面白いね、はい、もうほとんど初見ですからね、はいはい、紹介も、はいはい、これね、これが面白いよね、はいはい、でこちらがこのスカートに合わせているジャケットになります、うん、こちらがですね、もうカーディガンのような感じでいて、うん、まあ、しっかり張りがあるのでジャケットになるんですけれども、うん、若干このドロップショルダーになっていて身幅がゆったりめで、うん、なんていうかこう力みのない雰囲気にはなりますが、うん、着るとやっぱおしゃれです、うん、こういう感じって割といつもあったような感じがする、懐かしさがあるんだけれど、うん、やっぱりいつも言うように時代の切り口ってあるよね、うん、そうですね、大きさ感ゆったり感とかね、うん、昔この感じでもっとこうチャラチャラチャラって金とかの、はい、なんていうのツイードみたいな感じのこのか、あ、ごめんなさい、素材感で、はい、インゲボルグとかいうブランドがあったのね、はい、シャネルを意識したような感じの、はい、そういう感じのインゲボルグあたりのセットアップに近いものがある、それを今、うん、気楽にカジュアルダウンした感じの服ですね、うん、インゲボルグっていうとお分かりになる方もいらっしゃると思うけど、そうそう、昔のシャネルみたいな雰囲気って、そうです、そうです、インゲボルグはどこの国の？日本のメーカー。日本のメーカー、うんうん、非常によく売れたのよ。今もうないんですか？まあ、もうとっくにない、うん、ね、そう、そう、本当そうです、ね、なんかこのね、本当にこのニットのジャケットでありそうな雰囲気、そう、これで君の場合だったらベレー帽とかかぶったらもうシャネルじゃん。あ、かわいいです ね、 ね、むしろだからチャラチャラとネックレスとか、はい、そう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 、もうジャラ付けこそもうまさにこれはシャネルから、うん、ね、80年代のインゲボルグの感じ、うん、インゲボルグってもう普通のドメスティックブランドっていうか、うん、まあ結構大きかったけどね、まあ、シャネルで、ね、またそれでこの素材感の軽さがすごくこれが、うん、なんか新しいなと思います、うん、そうそう、袖のゆったり感とね、うん、袖の切り方、ドロップしてる感じ、そうですね、はい、この感じ、
そうなのです。とにかくおしゃれですね、気楽に着れる、それがまず第一ポイントかなですね、はい、すごくね、なんかこう、うん、いいですよね。いやいい、こういうデザインを気楽に着れるっていいですね、はいはいはい、ね、だからこれ本当にあの、うん、生地がもうサラッサラなので、うん、あの T シャツ着て、うん、カーディガン羽織ってデニムとか履いたりして、うんうん、あの別個で使ってもいいですし、うんうん、あのもちろんセットでもいいので、今はあのこのタートルは例の去年面のカットソー着てるんですけど、あのその面のカットソーでも素材感が、うんうん、あのなんていうの、合わなくない、うんうんうん、ツイードとかだと、厚手のツイードとかだとなんとなくこうウールのニットが素材的にあったりとか、うん、そういうのありますけど、はい、面で合わせても全然素材感が、うん、あのちょうどいいく見える、うんうん、もう完璧にこのレースアップのショートブーツでいいんだけれど、逆に少し外した感で白のビジューのスリッポンで合わせてみて、はい、足元、うん、逆にね、雰囲気面白くなるような気がする。足元だけね、白を浮かせる、はい、ね、カットソー合わせがいいですねって。そうですよ ね、昨日はね、あ、そうか、上着がなかったからあれか、昨日はブラウス、ブラウスでしたね、うん、コットンシルク、ね、はい、なんかあのヒップホップのあのなんだっけ、ミュージックビデオの後ろ側に出てくるダンサーたちがこういう格好してそうな感じです。ダンサーですか、本当ですか、う、うん、なんかテニスっぽい、いや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 、うん、足元こうスリッポンスニーカー系ちょっと軽快でいいよね、いいですよね、うん、また雰囲気がねガラッと変わる、うん、やっぱこの素材感ですし、うん、この丈だからスニーカー合わせいいですね、うんうん、なかなかいいじゃない、ほら、ね、軽快で、うんうん、ちょっとおしゃれな感じ、そうそう、それで外し外しの白のバッグはなくなった、うん、あ、昨日の合わせはボタンボタンが重ねてあまり好きではなかったです、ごめんなさい、私もそうでしたよ。はい、シャツのボタンってことですか、そうそうそう、うん、こんな感じで、うん、あ、そのぐらいの感じでいいじゃない、ね、うん、そうなんですね、小滝のコーディネートはちょっといい意味でカシッとなる、うんうんうん、悪く言うと野菜、女らしさが足りないね、うんうん、かっこいい感じになる、うん、かっこいい感じになる、うんうん、なんかあのなんだろう、この服あのなんていうの、このあえて外していくっていうのがちょっと面白い、やっぱこれ素材感によるものだと思うんですけど、手の甲を隠すようなこのずるっとゆるっとした感じで着ても可愛い、まあこういう着方してるアッパラパーも多いけどね、うん、アッパラパーはこういう風に崩してでもきちんと着ないね、うん、アッパラパーは崩してもっと崩れる、うん、だからなんかね、こう外していく、はい、崩していくって意外と難しいんですけど、うんうんうん、でもそういう風にしてこそこの、 あの特にこのジャケットの良さが特に生きる感じがいたします、はい、うん、かっこいいね、ちょっといいじゃない、都会派ですね、うん、都会派、めっちゃ力みがなくてうん、うん、すごいおしゃれです、おしゃれおしゃれ、はい、うん、ちょっとかっこいいと思いますね、うん、かっこいいです、はい、色違いも着てみましょうか、あ、これスカートしかないんですよ、あ、上着まだ着てないんです、あ、まだ着てないんだ、はい、あらら、残念、色違いのこちらは今のところスカートのみになっております、もうすぐ上着も入ります、うん、うん、あ、そうなんだ、はい、
じゃあしょうがないね、うん、はい、致し方ない、はい、はい、お値段言いますね、はい、スカートが31,900円、はい、こちら40サイズと42サイズです、はい、素材が何だろう、これナイロンポリエステルレーヨン、うんうん、ポリウレタン、扱いやすい、これはさ、この生地ってあの前からイブルースでよく使う、これもイブルースだっけ、これマレーラン、あのイブルースがよくこの生地使ってるの、ワンピースとか、はは、あの A ラインの、そうそうそう、こういうちょっとラウンドしたりして、ちょっとフィット&フレアの感じですね、それとかあの、はいはい、台形型の、はいはい、あのタイプ、はいはいはい、なるほど、うん、これお家で手洗い OK です、うん、大丈夫ですね、でもかっこいいやん、かっこいいですよね、このユルさんいいですね、うん、あとアルファキュービックがランネロッシーっていうブランドやってたんだけど、ランネロッシー、ランネロッシー、ランネロッシー、うんうん、ランネロッシーでもこのタイプはニットとかでよくやってた、うん、ね、いいですよね、うんうん、なんかこのとにかくこれね、はい、熱くない、うん、熱くないですよ、うんうん、でジャケットのお値段が、はい、こちら M サイズ、はい、47,300円でございます、うんうん、とにかくかっこいい、いいね、おすすめです、うん、結構この、 あのジャケットコート使いやすくて、うん、ちょっとタイトめの洋服とか、うん、あと細身のパンツとかにはガンガン羽織れて、うん、ちょっとコートっぽくなるので、うん、割と意外と使い勝手が良いです、うん、そう、ラネロシとかね、もうなくなったけど、レノマバッグで一世を風靡したんだけど、レノマが洋服を作ってる時もやっぱり秋冬ざっくり系の綿ニットみたいなウール系のニットで、このジャケット、ワンピース、タイトスカートっていうのはよくやってた、シャレてる、うん、シャレてる、いい感じですラネロシ懐かしいでしょうね、嬉しくなるでしょう、こういうブランドがビシビシ出てくると、いいですね、はい、またネーミングもおしゃれですね、はい、こじらしてた方たちの共通言語になりますね、はい、あれそれライブで言ったんでしたっけ、そうそう、こじらせ女子の集まるお店、そうそう、そうそう、こじらせ女子の集まる集まる集まる、はい、こじらせの最たる人間がここにおります、いえいえ、はい、はい、ではですね、はい、じゃあ次、はい、ね、ブルースのセットアップ、はい、そうですね、はい、ちょっとかっこいいよね、はい、ちょっとお待ちくださいね、昨日の、トルソを使ったコドキ の、 コーディネートを今度はモッチーさんが、モッチーさんの匂い雰囲気を生かしながら生身の体で入れてきてみますね、なのでそうなんです、あのアルファキュービック、ラネロッシ、レノマからインゲボルグとかね、そこら辺のグループの中でやはり80年代、70年代後半から80年代のやっぱりファッション、今猛烈にかっこいいですね、懐かしいけれど新しい、その新しさをややもすると間違えると古臭くなるし、やっぱり切り口をしっかり提案できると、これがビンビンにかっこいいラインかなと思いますね、基本コンサバティブっていうかね、あの割とベーシックなデザインをどこを崩すのか、どういう素材使い、素材感で持ってくるのか、そこら辺のアイデアをひっくるめて、やっぱり新しさっていうものは楽しめるんだと思います。そう、着方です、着方です、また可愛いね、この色よく似合ってはんね、可愛いですねこれ、めっこれマレーラだ、うん、めっちゃ可愛いね、うん、昨日もあのトルソでも可愛かったんだけど、うん、着るともっと可愛いですね、うん、あらあれみたいよ、本当にここでもうちょっと古いけど60年代のフランス映画に出てくる感じ、
何感じって。あ、いえ、だからもう本当にこうマネキン風のモードなのよ、はい、ああいいですね、うん、これこそベレー帽とかちょっとね、いい、かぶりたいですね。そうかわいい、かわいい、うん、これがマレーラ、これ今ちょっと、うん、あの上の方で止めてるので、そうだね、普通の位置、うん、普通の位置がいい、普通こうですね、はい、すいません、はいはい、うん、はい、腰に合わせて、うん、この位置で着ます、うん、これいいよね、うん、これかわいい、あの、うん、ブルー、個人的にね好きこれね、うん、いつの時代もうわ素敵っていう服、うんうんうん、で古いとか新しいとかじゃないの、素敵ってやつ、うん、うわおしゃれってやつ、そう、うん、その言葉以外、そうそう、その言葉以外見当たらない。もう着てこういう人がいるだけで、ああって、その人の周りの空間、異質なものになる。異質っていうか美しいもの。普通にフランス好きなわけじゃないですよね。うん、好きじゃない、好きじゃない。パッションはやっぱりイタリア系が好きよ。うん、でもあの、なんて言うんだろう、ある種の構築性っていうのは、うん、そうだからね、ジバンシーとかの辺の服、うん、オーデリー・ヘップバーンが着てたような、あんまり好きじゃない部分とすごい好きな部分と、やっぱりジバンシーの延長ラインにあるような感じの服に近い、うん、はい、はい、いきます、はい、でこちらがスカートになっております、はい、ここがインデル部分で、はい、後ろファスナーになっておりまして、はい、でもう完全ツイードです、はい、ブルーのツイード、はい、でこのポッケ、ポッケがですね、はい、これは飾りですね、これがこの白のトリミングがちょっと可愛いです、はいはい、もうこれは本当に好みの世界になってくると思うんですけど、うんうん、もう好むと好まざらに限らず、うん、これはこけしヘアでも似合うと思う。こけし、これこけしなんですか？なんとなく今思った。待って待って、こけしのつもりないんですけど、なんかこけしに見えた。こけしじゃないんですけど、失礼しました。こけしもっこちゃん、え、こけしじゃない。違うの？今こけしじゃないの。あ、違うんだ、はい、はい、違うのね。パッツンストーンじゃないし。あ、そうなのね。こちらがジャケットになります。ジャケットは42サイズで、うん、ちょっとあの自分にサイズがちょびっとだけ大きめなんですけれども、うん、とにかくですね、形が綺麗なのと、うん、こけしって受けてる。いやいや、こけしじゃないの。ちゃんとこうやってウェーブしてるし、ウェーブしてるこけしないし、うん、素敵よ、こけし。こけしじゃありません。こけこっこけ、あのジャケット着ると一気に大人っぽい、うん、っていうか、可愛いからかっこいいにすごく変わる。もうね、本当に綺麗だよ。ね、うん、また色がね、うん、こんなブルーのツイードの、うん、日本では絶対ない、うん。全然タイプ違うんだけど、池田エライザとかいう感じ。ああ、池田エライザさんは綺麗ですよね。おしゃれだし、うん。いや、そんな感じに見えた。雰囲気ある。そう。こちらブルーの濃淡の糸がものすごい綺麗で、はい、うんうん、本当に素敵ですね。で、金ボタン、かっこいいよな。で、ここジャケット、何がどうのじゃないのよ、もう最強かっこいいよ、ね、マレーラのジャケットはまた形がとにかくいいので、うんうん、あのサイズが多少合わなく着てもかっこよく見える、うんうん、ジャケットの色いいわ、いいですよね。嫌いな人いるかなって、いないと思いますね、うん、すっごい綺麗、うん、本当に綺麗ですよ、うん、もうこれこそ全ての部分が、うん、なんて言うんだろう、完成されてるね。このボタンがまた、うん、ボタンがすっごい綺麗。ボタンがただの金ボタンじゃないの。ここにブルーが入ってるの。あ、そういうこと。見えますかね。ここに金とロイヤルブルーの交互のボタンなんです。これがめちゃめちゃ綺麗。うん、で、
ボタンはダブルなんですけど、うん、上は飾りボタンで、うん、下で留める感じになります。いや素敵だ、素敵ですね、かっこいい。いや何しかもかっこいい、かっこいい、うん、いやいやもう何なんだろうね、いつでもある雰囲気なのに新しいよね。そう、何かが違う。ジャケットじゃん、台形のスカートじゃんそうですねって言ってしまえそうなんだけど、かっこいい。そう、あとこれポイントが、うん、ジャケットの形がこうなってるんですね、もともとが、うんうんうん、なのでボタンを留めないで羽織ってるだけでもこういうシルエットができるので、うんうんうん、前のかぶさりがこう、うん、斜めになるから軽やかなんですよね、うんうん、それ結構あの、うん、マレーラとかのコートとか、うんジャケットでたまにこのデザインあるんですけど、うん、もうこうしてるだけで自然な湾曲が出るので、うん、本当にそれはねすごくこう技ありって感じで綺麗、うん、いやもう技ありどころか、まあね、ティーラベントなんかもうめっちゃ綺麗なんだけど、そのピークラベル、うん、襟のけ、ね、とんがりとか見てもらって、うん、アップでむちゃくちゃ綺麗ですよね作りね、ツイードなのに、うん、見てください、ね、このそうこのカーブと剣先のねとんがり方全然あれですね。あそうです、これ42サイズです、はい、でここでボタン止めて、うん、やっぱり前がこう、はい、ね、はい、なってるところが、はい、やっぱこの綺麗だし、うん、あなんかかっこいいっていう、いやいやいやもうめたんこかっこいいよ、めちゃめちゃ素敵ですね、うんうん、もういいもの感がビシビシ伝わる、ビシ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 、けど脱ぐとこういうなんかポイントがあるところが、うんうん、なんか何みたいな、うんうん、何かわいいじゃん、うん、みたいな感じ。もうこれであのボトムはスリムのね デニムとかワイドでも何でもそうなんだけど、はい、デニム合わせでかっこいいんだけど、もう逆にそんなこと考えないで、はい、もう王道でこうやって着てほしいね、うんうん、ね、うん、それか逆に言うとあのパツパツのさ、うん、昨日もちょっと話してたんだけど、あのハイテンションのパンツとか、はい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 、その辺ので合わせてもらうとかっこいいかな。かっこいいです ね。ハードに合わせてもかっこいいし、そう、うんうんうん、そうカジュアルにしてもかっこいいし、うんうん、やっぱツイードって合わせもいいですしね、うん、なんか、ね、うん、なんか、ね、熱くなるね、この美しさ、うん、何これ、こんな色ね、なかなかない、うん、なぜか急に池田エライザを思い出した。池田エライザか望月明子、そんな感じする。私池田エライザちゃんすごい好きなんです。こけしの頭じゃん彼女顔がねあの綺麗さですからね、うん、あそうか、あのこけしが生きるんですよね、うん、いや君はもっとこけしだよ、あねえ、はい、そのものがみたいに言いたいんです。あ失礼、私は今こけしじゃありません、うんうん、髪上にしてますから、アンダーアーマー、そうそう、ごめんなさい、昨日からアンダーアーマーを言いたくてあの言葉が出てこなくて、さすがです、アンダーアーマーのパンツとかで合わせると面白い、はあ、その通りです、さすがです、見てみます、うん、そう、さすがですね、本当にすごいよすごい本当にもうなんか俺まず負けるって思う人いないんだけど今まであのデザイナーですとかね言うような人たち、はいはい、メーカーさん行って、まあ、正直、はい、大したことないってずっと言って、すごいっす、すごいっす、うん、すごいっす、すごいっす、的確、うん、あ写真撮っていく、ああはい、そうアンダーアーマーのパンツとかで合わせてきてもうめちゃかっこいいんです。そう程よいあの厚みと光沢感、はい、ちょっとスポーティーなんだけれどパツンとした細身のね、見てみます、うん、それで合わせるとかっこいいのよ。了解っす、はい、すごい。でちなみにここは、ボタンの穴はついてません。ついてないか、はい、はい、開けようと思ったら開けられるけど意味がないね。そうですね、はい、うん、なってます。いやこれは大変おすすめ。あちょっとほっとした。あの後調べようとしてなかったんだけど、アンダーアーマーのパンツをアンダーアーマーを言いたくて昨日からほらなんとかなんとかとか言って。さすがです。はいはい、さすがさすがすごい。同じ
こうファッションの好みでものを見てこられている部分で話があってますね。そう、うん、すごい。もうアルファキュービックのそれからもうストーリーが続いてるからね。でちなみにですね、裏地もロイヤルブルーになっております、うん、さてお値段言っていいですか、うん、はい、はい、こちら42サイズになります、アクリル羊毛ポリエステルナイロン、うん、ジャケットが7万1500円です、はい、ちょっといたしますけれども、うん、ちょっと他にはない、いやいや、ない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 。そしてスカート、スカートがでもいいブランドだよね、ほんとリーズナブルだよね。あのね、このクオリティで求めたら絶対もっと他のブランドだったらしますよね、うん、いやいや、だってほんと舐めてる、アレラってほんとにお値段が、うん、もうみたいなとこありますもんね、うん、だって3機能展示会場で他のブランド見るとこれの3倍ぐらいじゃん、2倍3倍ぐらい、はい、同じね、3機さんがやってるのに全然違うブランドで、うんうん、全然いいよ。まあ、でも三木さんのはまだなんか、なんか他のメーカー、うん、他のメーカーのインポートが大変なことになってますから、うんうん、スカートが2万9700円です、うん、本当にいいブランドだと思うので、皆さんぜひ応援してください、うん、島くともども、ただ高いとかじゃない、うん、納得のいく高、高くない、そうそうそう、お値段はもう本当にいろいろ見た中で本当に納得できます。いやいや、もうインポートをまずね、うん、高い、バカじゃないの、舐めてんなって言って帰ってくるんじゃん、はい、ちょっと言葉悪い、私は言いませんけど、うん、言葉悪いけど、そのぐらいわけわかんないじゃない、そう、びっくりするぐらい高いですか、ね、ふざけてるよなっていうような、もういろいろご招待いただいて見に行くんだけど、はい、もうこのブランド、どっぷりとやらせてもらってると、いかにここがリーズナブルかって、すごい。またそのなぜかっていう部分では、うん、そのあのね、向こう側の会社との契約の内容とか、うん、そういった条件によって、うん、ちょっと日本での展開の価格っていうのは、うん、おそらく決まってきちゃうんだと思うんですけど、うん、そのいろんなインポート、うん、だから会社の大きさとか、あとは付き合いの長さとか、三木さんの場合はあるのかなっていうのは思うんですけど、本当にないですね。ね、だって基本はマックスマーラだからね、はい、全てね、バックヤードというか背景もね、うん、はい、私もそう思いますね、本当にそうです、いろいろ見てこられたからこそ余計に、うん、そうそう、あのね、うん、ですよねっていう話になると思います、うんうんうん、じゃあちょっと最後に、はい、昨日のライブでご好評いただいたロング事例を、はい、実際に着させてみていただきたいと思います。ずっこけさせないでね。とっても評判良かった、とっても評判良かったんだからさ。売れなくなったりして、本当だよ。コート系もひっくるめていろいろ入っているんですけれども、なんかちょっと極端なんですけどね、今からもう着れるじゃないっていう感じのをちょっとチョイスして昨日今日やっておりますので、若干重複してしまいますけど、トルソーで見ていただいた感じで、今日はモッコが着て実際にあの体、生身の体が入った感じ、そちらの両方、はい、あ、もっこちゃんお願いしますよって、そう。もっこちゃん、あなたが来たら、あ、いや、イヤホンとかなんだ、ちょっとね、なんかちょっとプレッシャーになってきちゃう。大丈夫大丈夫。やばいかも。うん、大丈夫だよ。全然そういう顔してませんよ。大丈夫大丈夫。した方がいいですか。うん、インの方がいいと思う。さあ、平安時代からワープしてきたモッコちゃん。ベルトした方がいいか。うん、して、もうしなくてもいいと思う。やばい、緊張する。はい。そうだね。はい。
昨日のグリーンのハーフコートマレーラオフィシャルサイトのインスタで紹介されてました。あー見ました見ました。あ本当あれいいもんね。なんか白黒のワンピーかなんかで着てて、うん、思ったよりあれ明るいんですよねグリーンが。うん、あの去年とかダークグリーンでしたけど、うん、今年のは結構明るいグリーン。去年のはねモスグリーンだったもんね。はい、今年のは明るめ。はい、では、うん、イタリアのライブでご好評いただいたこちらを、はいはい、袖を通させていただきます、はい、これなんかあの見た目以上にしなやかで、はい、袖がいいなって思うんですけど。あ、君にもいいね。こんな感じになります、うん、あ、かっこいいかっこいい。これ大丈夫ですか、うん、ちなみにあの内臓を私も緊張する大丈夫、うん、大丈夫かしらって、うんうん、あの私は大丈夫もっこにちょっと心配があったんだけどよかった。私の心配してくださってるんじゃないんですかね、うん、そうだよ、そっちだよ、そっちだよ、そっちだよ。だって本人着る分には何の心配もするわけないだ。君が着て本当に大丈夫かしら、そう、ブーとかね。あ、いい感じ、いい感じ。大丈夫ですか、うん、うん、大丈夫です。かっこいいですよね、これ。やっぱそのフリンジがね、はい、あるからいいっていうお話、うんうん、はい、多々いただきましたけれども、はい、内情言いますと、これベージュとこちらの、なんだっけ、このブルー2枚ずつ、自由が丘とこちらにね、入れたんだけど、うん、もうベージュはなくなりましたね。はい、こんな感じになります。めちゃくちゃ評判良かったです、うん、あとベージュとブルーを悩んでらっしゃる方がいらっしゃったんだけど、もうこのブルーしかなくなっちゃいましたね。はい、本当にこれね、あの、うん、思ったよりすごくしなやかで、はい、ハリハリしてないから、はい、あのニットを着てる感じですね、うんうん、ですごいあの長さとフリンジがかっこいい、うん、いやいやかっこいい、こんな感じで小物のベルトもついてます、うんうん、やっぱり昨日のコメントもそうだけど、これは裾のフリンジ、これが効いてるんだよね、うん、幅広で、うん、あとこの細さがいいですね、うん、そうそうそう、このね、襟、うん、襟の大きさとね、そうそうそう、もう絶妙だよね、この細さがいい、うん、かっこいいです。おしゃれいです、おしゃれいです、うん、こんな感じで、うん、よかったね、一応務め果たせましたか。うん、ああ大丈夫だと思う、ほっとして見ていただいたと思う。もっこ大丈夫かなって。ああよかったって、我がことのようにほっとしていただいてるよ、ね、夜眠っていただけるかと安心して、そうそう、うん、私が来たらもう似合うに決まってるんだけ ど、もっこちゃん大丈夫かなって幻滅させないで、いやいやいや俺もその気分だったもん、ねよかった、ねうんね、ここはね、うん、ジーンズで合わせてもいいし、あのいい感じ、ちょっと短めのスカートとかで、うん、ブーツとかで合わせても素敵だし、うんうんうん、すごい幅が広がる、この感じでいいよ、いい、うん、もう8月はこの感じで平気だ8月は、うん、もう平気、うん、いい感じで、ね、生地の延長みたいなフリンジが感じいいって、うん、もう本当に言っていただいた通りです、うん、それは生地の延長になってる？なってます、なってるよね、こういう感じで、はい、すごいよね、うん、切り替えてなくなってるか、これニットか、うん、ニットですね、うん、そうだニットなんだ、ニットですね、これね、これね、ニットです、編み上げてるんです、ね、ツイードの生地かと思ったらニットでした、はい、うん、ニットです、はい、このフリンジの裾の方から編み上げてます、これ、うんうん、すげえ、すごいですね、気の気づかなかったね、普通だったらここに切り替えててフリンジつけるんですけど、そう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 、これ全部もう編み上げているので、うん、ニットです、より値打ちが高いですよね、すごいね、うん、すごいですね、これ恐るべし、恐るべしです、だから、はい、コレクションの時も気がつかなかった、気がつかなかったです見てなかった、編み上げてんだ、うん、ね、ちょっとびっくりです、うん、はい、になります。はい、すごい。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 うん、何よりも良かった。でもこの色もまたいいですね。お
お願いしてよかったです、安心しました。安心してください。一応もっこでこんだけ見合うからってよかったってやつでね。ポッポッ、いやこれすごいすごいニットなんだね。うん、でもにねタランタランしてないからわかんないです。うん、すごい、すっごいガシって編み上げてて、うんうん、でもしなやかなんですけど、うん、で軽いし、うん、なんだろうこの、ね、俺個人的にはこの色好きだったんだけど、うん、先にもうベージュですね、出ちゃったのベージュだね、うん、これどっちもいいです色が、うん、本当に、ね、うん、もうあとねこの色だけになりますけど、うん、早い今回ちょっとね早いびっくりでした、うん、ねロングズレ、はい、いいですね、はい、であのここのね細さがとにかくかっこいいと思います。綺麗だね。でこちらが割とうねごろポリエステル羊毛で53,900円、はい、M サイズのみになります、はい、ごめんもう一回来てもらって写真撮るの忘れてた。大事大事、安心しちゃって、安心した気が抜けちゃう。そうそう、いや安心した、よかったよかった、うん、みんなが失望してなんかカメラああいうさ消しちゃうんじゃないかと思って、退出しちゃうんじゃないかと、そうそう退出しちゃうんじゃないかと思って。よかったです、優しい人だけがなんか見てるふりしてそのまま携帯横脇に置いてさあもう終わったかなみたいな、こんな感じで、とにかくかっこいいです、はい、ご安心ください、うん、めっちゃいいねこれね、めっちゃいいです。でベルトは昨日言ってたようにあの通してもらっていいんですけれど個人的には前で結ばないでポッケ、うん、それはあのしつけで止まってるから、あそうですね、ちゃんとポッケしつけで止まってますが、はい、後ろから回してポッケに流し込む着方がいいと思います、うんうん、ちゃんとしつけ取るとポケットになります、うん、ね、ちょっとねびっくりするぐらい評判良かったです、うん、何人かの方からねお問い合わせいただいて、そうですね、ちょっと迷う感じの部分でもうなくなっちゃったね、なくなっちゃいました、はい、で本当に今いろいろなご時世もあって、うん、とにかくメーカーさんに在庫がないものですから本当に注文分しかね、はい、あのマレーライブルースも、うん、マーク店もね、うん、注文分しか契約して取り寄せない形になってるのね、この秋冬から。そうなんですよ、なのでもしまあ時期的に着るの早くてももしいいなって思ったらちょっとお早めにご検討いただけるといいなって思います、うん、いやいや間違いなく特にインポート系はね、うん、時を追うほどになんていうのかな、なんか新しく素晴らしい素敵が出てくるわけではないからね、一回一回のコレクションでお題しているものだから。そうですね、うん、その一つ一つの価値たるや、うん、まあ目に留まるものであるならば本当にアートとして作品としてもうめでてほしいのでね、うん、そこは迷わず同じものは出ないですね、はいはい、はい、なので、うん、おすすめですだよね、はい、今日はじゃあそんなところ、はい、今日はそんな感じになります、はい、うんうん、では、はい、はい、まあまあ、また土曜日のライブでも、はい、またそうだねかなと思います、はい、情報は昨日大騒ぎしててさ、俺初めてだと思う、ダメとか言ったのジレがね、うん、好きですからね、そうそう、はい、うん、では、はい、今日もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。3種類ご紹介させていただきました。それぞれに良さが違うね、うんうん、まあ、目に留まったり気になったりしてれば、ね、せめて見に来ていただくっていう、ね、うん、感じ、ぜひぜひお願いします、うん、はい、では、うん、次は土曜日のライブになります、はい、はい、いきます、はい、This is the fashion。 今日もありがとうございました。ありがとうございました。よかった、こけしな感じで。こけしじゃないか、ウェーブ、ウェーブウェーブなの、ウェーブ、ウェーブ、こけしヘアって呼ぶ、こけしヘアじゃないんだって本当すごいチャーミングなこけし、いやだからこけしじゃない、受けたよだってウェーブですよ本当、うん。